皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は、皆さんもお分かりですよね、風さんがインスタグラムで弾いてくださったアメージング・グレイスになります。こちらね、病室から弾いてくださっていて、私はこんなに心のこもった素敵なアメージング・グレイスを今まで聞いたことがないなと思ってしまったんですが、私昨夜はね、実はなんかちょっとざわざわしてしまいまして、風さんがいつも朝に聞いているって以前言っててね、私も日本語を訳したことがあるこちらの I choose to live in love、 これを歌っているサム・ガレットさんのアルバムをずっと一晩中聞いていたんですよね。なんかちょっとこうざわざわするのを落ち着かせたくて、そして起きたらこれですよ。風さんが病室からアメージング・グレイスを弾きながらこのメッセージ、そして風さんね、インスタストーリーで今の状況をポストしました。英語の方が素直に言葉が出てきたので、読みづらい方は下の翻訳を見るボタンを押してみてくださいということでね、メッセージをくれていました。そして早速私ね、これね、英語日本語訳しようと思ったんだけども、コメント欄見たらもうすでに視聴者さんの女さんが私が寝ている間に翻訳してくださいました。ありがとうございます。なのでちょっとこちらの方をね、使わせていただこうと思います。 Hey, I'm in the hospital. 皆さん、僕は今病院にいます。 Cause I got COVID during a tour. コロナウイルスに感染してしまいました。ツアー中にってことですね。 But they left me with a tiny piano. でもね、僕の部屋には小さなピアノを置いてくれているのですよ。 I still cannot believe. 今もこんな事態を信じられません。 And I feel very sorry for my team and my fan. 僕のチーム風ですね、応援してくださっている方々に本当に申し訳なく思っています。 I have a slight fever and sore throat. まだ微熱があり喉の痛みがありますが、 But it's getting better, I believe. 回復してきていると思ってます。確かにですよ。 Thank you so much for your love and praying. 皆様方の愛と祈り、本当にありがとう。 I feel so much loved. 皆様の愛をたくさん感じています。 But I won't take them for granted. でもね、それを僕自身、皆様からの愛をこんなにいただけることを当然のことだなんて思っていません。 I'm just trying to be a better human being to deserve this. これからもより良い人間になって、皆様の思ってくださっているような人間になれるよう努めます。 Please don't worry about me. どうぞあまりご心配ないでくださいね。 And stay happy. 皆様幸せで。 And stay healthy. そして健康でいてくださいますよ。ということでね、のなさん、役ありがとうございます。
そして風さんがね、まあ、病院にいること、そしてまあ少し熱はあって喉も痛いけどね、でも少しずつ良くなってると思うよって伝えてくれたこと、本当にありがたかったですね。少しやっぱりほっとしましたね。昨日の夜のざわざわもちょっとなくなりました。そしてこの曲ね、 Amazing Grace、 私はこの曲を弾くと必ず思い出す場面がありまして、と言いますのは、私は高校卒業してからアメリカのまずノースカロライナ州にある短大に行きまして、そして4年生大学に編入したんですが、その短大ね、私立の、まあ、クリスチャンの短大だったんですけれども、音楽科があったんですね。そして、まあ、私寮に住んでたんですけども、その寮のねロビーでね、いつもみんな集まってワイワイしてるんだけども、そこでその音楽科のね学生たちがね、すごい綺麗な声でね、この Amazing Grace をみんなね歌ってました。こう誰がこう感情を込めて歌えるかとかね、そんな感じでね一人一人歌ってて、それの場面がすごくね印象的ですね。そして風さんはね、まあ、病室ですからね、まあ、演奏はできても歌は歌えなかったんだと思いますね。なのでちょっとねこれね、この Amazing Grace の歌詞、その日本語訳も、載せながらちょっと私歌ってみようかなと思いますので、もしよかったら皆さんも一緒に歌ってみましょう。じゃあいきますよ。Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now.Blind, but now I see. そしてね、もう私たち今までもコメント欄とかいろんなところで風さんにメッセージを送ってきましたが、こういうふうに私たちにメッセージをね病室からくださった風さんにちょっと動画として残したいなっていう思いがありまして、今の私たちの気持ちをね、それを作ってみようと思ってますので、もしメッセージを風さんに残したいという方がいらっしゃいましたら、こちらの動画のメッセージ欄によろしくお願いします。そしてなんか写真とかね、こう手を合わせて風さんがいつも God bless us って祈ってるようなね、そういう写真とかでもいいし、お花の写真とか夕日の写真とか、どんな写真でもいいし動画でもいいです。送っていただければ私の、インスタか E メールですね、概要欄に載せておきますので、それも動画にしてみんなまとめてね、7月18日に配信したいなと思ってるので、締め切りは7月17日にしたいと思います。皆様、今の思いを風さんに伝えてみましょう。きっと風さんね、私たちの両手を広げても見てくださったと思いますし、きっと皆さんのね思いも伝わってると思いますので、本当にこの動画も見てくれるかもしれないしね、なのでね、よろしくお願いします。ということで、少し皆様からのコメントをご紹介させていただきますね。まずはチャンプさん、アンジーさん、理解しようと求める姿感動です。風さんからのメッセージは世界中で受け取られていますね。2020年9月のホーステ特集、チーム風の徹底したコロナ対策の様子もわかります。風さんやヒゲダンの藤原さんが感染を公表、 SNS で自分も陽性でした、家族が感染しました、わずか 2,3 日でなんとなく言いにくかったことが言える雰囲気に変化しました、気をつけていても誰にでも起こる、今こそ風さんの言葉、お互いに思いやることを諦めんでほしい、わしら
大丈夫やけん、この精神でということでありがとうございます。本当に風さんのね、発信の力っていうのはすごいですね。素晴らしいです。そしてきょうちゃん、えみさん、アンジーさんのコメント役紹介ありがとうございました。海外の風谷さんの熱い思い、私たちと一緒だなって嬉しくなりました。ここには英語が達者な方がたくさんおられるので頼りになりますね。世界中の風民が集うチャンネルになりそうでワクワクします。今日仕事中にふと、ああ私ちゃんと変精神、ラサ精神が身についてきてる、風ちんを好きになって日々の生活の中でこの精神が頭の片隅にいつもある、何かあるたびにいつもならしてしまう行動や考え方が変わってきてるって思って、そして良い方向に進ませてもらってるって心の中で風ちんありがとうって叫びました、という仕事中4時頃の私をご報告しました。きっと皆さんもそうだと思ってコメントしました。だって風ちん、コロナでツアー延期になっても誰一人文句言わないし、みんな風ちん、チーム風の完全復帰を祈ってるもんねって、本当にそうですね。ありがとうございます。そしてのんださん、えみさん、アンジーさんのコメント紹介していただきありがとうございました。本当に感動しました。私もまた胸が熱くなりもらい泣きです。 Thank you, Angie. This channel is not a special official fan club. We gather here, Amy-san's channel, spontaneously with love and respect for Kaze-san's music and humanity. Free to join us. Why don't you share your joy and love? If you are a foreign fan watching this channel and interested in,Please come visit us. このチャンネルは特別な公式ファンクラブではありません。風さんの音楽、人間性に惹かれ、自然発生的にエミさんのもとに集まった人たちの交流の場です。どうぞお気軽にね。外国の方もご覧になっていて面白そうと思ったら遊びにいらしてくださいね。ということで、のんださんありがとうございます。そしてリントミオさん、エミさん、アンジーさんにもしっかりと風さんの心が届いて、どっぷり風沼に沈んでいる様子がうかがえ、本当に嬉しいですね。世界中にきっともっとたくさんの風さんラブの人がいらっしゃって、一人熱い思いを持て余しているのかもしれませんね。同じ思いの人が集う場所にいざない、海を越えて共感し合えるってとても素敵ということで、ありがとうございます。本当そうですね。そしてタカコさん、エミさんワクワク様です。アンジーさんの熱量多めのコメント紹介していただきありがとうございます。感動のあまり2回目聞きながらコメントしてます。島組日本、海外の方と接することのない私は少し壁を作ってました。でも風さんも歌ってましたね。入れ物が違うだけ、中身は一緒、みな同じ呼吸。ラプソのこの歌詞が大好きです。初めから壁なんてなかったのですね。アンジーさん、エミさん、ノンナさん、クロクロさん、ありがとうございます。これからも海外のファンの方の紹介よろしくお願いします、ということでありがとうございます。そしてクロクロさん、エミさんワクワク様、そして心に黄色いハンカチを。今日もエミ家のオープンガーデンはラサ色。あら、ノーナさんがアンジーさんを連れてきた。素敵な感動のプレゼントを携えて、爽やかな風に誘われて、甘い花々の香りを探して、たくさんの小鳥や蝶々たちがにぎやかにおしゃべりを楽しみます。今日も誰かが誰かの幸せを祈ります。時間ができたら新作送ります。新作？コントじゃないの？違うよ、風くんが元気になるまではアホだけちゃうで、メルヘンもあるんやで、ということで、ね、
ありがとうございます。そして森みどりのさん、えみさんこんにちは、いつもありがとうございます。ますます国際的な広場になっていて楽しいですね。風さんにも皆さんの思いが絶対届いてると思います。これからも配信楽しみにしております、ということでありがとうございます。私もそう思います。そしてアンジーさんからもコメントいただきました。 Thank you very much エミさん、ノンナさん and everyone。 エミさん、ノンナさん、皆さんどうもありがとう。 For the love and positive energy that we share。 みんながここでシェアしている愛とポジティブなエネルギーに。 Stay happy。 皆さんハッピーでね。 And healthy。そして健康でね。ありがとうございます、ということで Thank you very much Angie。 そして SK 豊治さん、エミさん追加しますね。風さんインスタグラムの中で小さなピアノでアメージングレーシを弾いてくれていました。指先だけでしたが、自分のことより私たちみんなのためにと思うと涙が出そうでした。病院に入院されている様子で安心しました。長文の英文で今の心境を綴ってくれていましたよ。ファンの方のコメントの中で10時に風さんのために祈りを送りましょうとありました。一人一人でも尊いとは思いますが、一斉に風さんへ祈りを送ればすごいパワーになるでしょうね。私も祈ります、ということでね、ありがとうございます。これそうですよね、にじこさんもおっしゃってましたね。そしてね、昨日のにじこさんのサムネがね、10時の22時ではなくて20時になってたんでね、私思わずコメントでにじこさん、きっと皆さんお分かりだとは思ったんですが、サムネが20時になってるので22時に直した方がいいかもと思いました。私もよく自分の配信で漢字の読み違いがあり、視聴者様に教えていただくのですが、もうゲーム感覚でポイント制にしてみんなで遊んでます、とんまいって送ったらね、にじこさんから、いやー本当だ、えみさんありがとうございますって来たんですけれども、いや本当にじこさんもそうなんですよ、22時、夜10時に風さんがね戻ってくるまで毎日5分間祈りましょうっていうことをおっしゃっていたので、私たちもそのね提案に乗って10時に一斉に5分間風さんのために祈りましょうかね。いいですね、皆さんで一斉にということでやってみましょう。そして7月13日の言葉は In summer、夏は The song sings itself、 この曲が自然に歌われる、ということでね、なんかちょっと今日のアメージングレースにちょっとシンクロしてる気がしますね。そして高子先生から、ワクワク様です、風くんの少しでも早い回復を祈っています。色鉛筆画のひまわりの写真を見ていただけたら嬉しいです、ということでね、私の大好きなひまわりの絵を送っていただきました。素敵ですね、いや本当に素敵、ありがとうございます。そしてのんなさんから、えみさん、アンジーさんのコメント、皆様に喜んでいただけましたね。私たち同様、海外のファンも風さんを語りたいと思っておいでなのがよくわかりました。えみさんのチャンネルならではの新たな展開が楽しみですね。画像2点添付いたします。オーガハスです。2000年以上前の古代のハスの実からハスが開花した古代ハス、悠久の時の流れを感じます。70年ほど前に千葉市で発見され、市内の公園の池で保護され生息していますが、昨年に続き今年も JR 千葉駅のオープンエアコリドーに4株展示されていました。今朝9時45分ごろ通りがかり、今年も遭遇できたのです。色合いも素敵です、ということでこちらの写真を送っていただきましたよ。わー、貴重なお写真ですね。これはまた素
敵ですね、ありがとうございます。そしてケロッピさんから、エミさんこんにちは。昨日宮城県の気仙沼、親坊やの地元です、赤坂公衆園へ行ってきました。御年82歳の藤田さんが20年かけて自宅敷地に植えた1万株のアジサイ、青空とアジサイの境界線が分からなくなるほど見事なアジサイ園でした。最初は小さな一株からコツコツ挿し木を続けて、今ではたくさんの人たちの目を楽しませてくれる。なんだか風さんに通じるものがあり、改めて継続の力って偉大だなぁと感じ帰ってきました。きっとこのアジサイとともに藤田さんの名前も後世に語り継がれるんでしょうね。世界の大小は違えど、今自分がいる場所で大輪を咲かせるって、実は私たち誰にでもできることなのかもしれませんね。努力と継続があればねってね、これね私大共感なんですね。私ね、あ、これ私のチャンネルでね、私がやってますけども、私皆さん一人一人がね、もう素晴らしいものを持っていて、もう素晴らしいって心から思ってるんですよ。なので本当にお一人お一人がね、素晴らしい大輪を咲かせる力がある、そしてもう咲かせていらっしゃるとは思うんですけれども、もうそういうふうにお一人お一人の輝きをね、とっても感じております。そしてのびのびと育つアジサイをぜひエミさんにも見てほしいな。風さんの一日でも早い回復を願って、ということでね、こちらの写真を送っていただきました。ありがとうございます。素敵ですね。もうサムネにもさせていただきました。ということで、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。皆様にとって素敵な一日になりますように。そして風さん、素敵な演奏メッセージありがとうございます。一日も早い回復、みんなでお祈りしてます。 Have a beautiful day everybody, and God bless us. エミでした。ではまた。